皆さんこんばんは、アイケイスケです。本日2024年6月13日21時44分。今日一日、まあ、相変わらず蟻の北中学校の連中とか、あとアイケイスケが、ここの部屋で寝転んだらね、無理やり起こそうと、車で、そこの側溝のところの、金属の板を踏んでいって、もう毎回それしてくるんです。寝させようとしない。寝たら負けるんじゃない。その時間帯に試合は、試合などない。そんな時間帯にしてる試合のところが負けたらよい。淡井圭介が淡井圭介の頭の中とかを使って勝ってるんだから、淡井圭介が起きて勝ちに行ってるところは勝たなあかん。なぜ最後のボール意図的に後ろに反らした？日本人。バレーボール。女子代表。時間も何もかも無駄やん。その勝ったお金の、かき集めたお金で河川水門開式玉発電とかしなきゃなんないって言ってるじゃない。なんで手抜くねん。一人とかそんな話どうでもええねん。ちゃんとホームページに書いとう。淡井圭介を怒らそうとしてどうすんねん。自分たちが同じ目にあったとして、そこで一人どうのこうの。相手選手もそれ言った瞬間、審判注意せんかい。人権どこ行っとんねん。寝かせる？絶対寝かせんねんな。全然お前ら寝かせてへんやないか。淡井圭介を。無理やり人間を物理的に起こしに来るやつがおんねんか、そんなもん無理に決まってるやろ。意味のない試合をすんなって言うとんねん。仕事も同じやねん。意味のないことしちゃあかんねん。怒らすだけや、俺を。で、俺は怒ったから、大きな声出してるから、余計眠らせない。ふざけんなよ、世界。お前ら国連がしっかりしへんからやろ。いつになった河川水門開式弾発電の特許だが、特許料の申請、スポーツの勝ち負け、国連がちゃんと法律に照らし合わせて、淡井さんの権利のものですっていうことで、特許申請させてあげて、ちゃんとお金払ったらええやろが。そしたらさっと工事始めてと。スポーツのことだけしたらいいって言うから、じゃないって言ってるやろ。誰の時間を浪費しとんねん。人生と。上がどうのこうのな話なんか今日してへんねん。スポーツの試合に集中しとんねん。ややこしい話を試合中にするな。ホームページにちゃんと公開しとやろ。淡井圭介を怒らせて、今右目が、な。画面最初の頃とどうよ、巻き戻して。な、顔取って楽しんどうね、お前らは。勝てよ。勝つために試合しとんやろ。こっちだってそれお金回ってこんかったら、競馬会が大量のお金出してくれる、そんな判決どこにあんねん、今まで。全員からお金かき集めんかったら、日本中に河川水門開式玉発電の設置なんか、何千億円かかると思うとねん。アホなのか、本当に。火くれるどころかエネルギー尽きてしまうわ。しょうもないことばっかり金使っとったんが、これの銀やぞ。自分たちオリンピックしまうんかい。時間の無駄ばっかり消費して。なんで俺が言わんかったらいちいちできんねん。高い給料もらったお前らやろ。戦争したのお前らやろ。これが本当の話や。法、法による統治、支配、支配、支配すんなお前らが。政府上層部の人間が、その後政府上層部になっと、戦争してきた人間は、一般市民じゃない、一般市民の方が上やねん。これが世界中の真実や。怒らすだけ怒らしといて、顔まで巻き上げよう。これが現実や。最後の気を抜いたプレイ。お前次の試合出んな。パリオリンピックでもいらんよ。意図的に負ける八百長する奴なんかいらん言うとやろよ。な、淡井圭介の結婚話、26年間お預けにして、な、スポーツの試合勝ち負け、台無しにして。なんやねん、それ。全力でプレイして負けたんやったらそれしょうがないよ。こっちが天の神様や、スポーツの会の、スポーツ業界の、
途中でお祈りし直して、今日の日本時間の23時まで安全のお祈りをして、他の国の人間も影響を受けとんねん。で、こちらの指に傷が入ったりしと映像何回も YouTube にアップロードしとんやろ。誰が身代わりなと思うとんねん。むちゃくちゃやねん、お前らしとることは。今なんか電波で、おい、いう声聞こえてきとるぞ、男の。どこの誰やねん、おいなんかどうでもええねん。お前の名前名乗らんかい。名前と住所、電話番号や。公開せよ、ちゃんと。ダーティーなことしてたお前らやぞ。国連も反省せなあかんねん。日本の政府も。スポーツ業界の審判も、試合中に職務怠慢をするな言うとやろ。それを日本中の人間は見とうねん。だから世界中めちゃくちゃなっとうねん。フェイクニュース流して、ウクライナとロシアが戦争しとう？何十年前の話しとうねん。だから報道機関の人間は眠れなくなってる。それはわかる。こちらはフェイクニュースを見せられて怒らされとんやん。なんで俺が眠らされなあかんようになっとんやん。全部話逆にしようやないか。法律によるんだったら正当防衛民法720条によって、こちらが眠れなくされなくなるようなルールなんかどうにもない。春山整骨院作って、ちょろ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 車乗った連中が来て、エネルギーの消費をどんどん加速させる、凄まじい挑発行為やないか。集まるな言うとね、春山聖子水に。そいつらが全部賠償せなあかんねん。生活保護者になって。これが本当の話や。これは本物の法律や。それ受け入れられんやつは、そいつらが眠れんようになったれ。そうじゃないと調子乗ってすぐガソリン消費するから。それやられただけでこっち側からしたら挑発行為やん。有野北中学校のやつらが、な、向こうの歩道渡らんとそこの踏切渡ってきて喧嘩売ってきよ。人が寝ようとしたら、寝転んだだけで。アホかいよね。ゴルフそんなもんどうでもええ言うとやろが。何回説明されたらわかんねん。オリンピックも解体や言われたら解体や。あとは商業原理に見合わんところはそこで終わりや。倒産してしまいや。余計なことでエネルギー使うな。全人類の人間の命の方が上や。正しいこと言ってるのはこっちや。な、怒っただけでこれで顔取られとんねんぞ。こう、法令線とか見てみ。これが正しい世の中だと思うか？違うぞ。これやったら喧嘩売ってきたやつの勝ちやないか。人数に物言わせて。代わる代わる子供まで使って。で、そいつの親が挑発行為で、ジジイババアとか、ファルヤマセコツに車に来よ。バレたで。許せることと許せんことがあるに決まっとるやろ。車乗るな。全員。以上。もうこれ以上 手抜きすんなよ、本当に。試合ぐらい全力でせえ。意味ないことばっかりすんな。